さんに頑張り言いたかったらそんな頑張りっぽがしてな。柿沼さん、柿沼さん、よっかてねんだ。武田君の名前聞いたときにね、思い出しちゃって。あ、リー・ロジャスが出た。ロジャスギーだよな、あれ。はい、あ、そうだね。あそこのジャージがまだ昔のですよね。はい、本当だったら真っ黒でしょ、はい、すいません、わざわざ。
ホジア3ですね。エスペラン、去年までエスペランスステージっていうあの山口のチームでした。去年のあの、金谷の方で出た、熊野の第3ステージの上がった時の山岳賞なんで、山岳賞取ったチームの選手が優勝。Thank you.